ラットフォームというのは読んで字のごとくで土台なんですね。車の土台としてさまざまな部品の性能を受け止める必要があると。今回特に注力したのはやはり軽量化ですね。軽量化をすることによって車でいうとその省資源、使う材料が少ないですから資源的にも優しいし、当然燃費にも貢献できると。もう一つは我々の強みというか目指すべきズームズーム、この走る曲がる止まる、この領域を格段に飛躍させるということに大きく貢献できると。軽量化するにあたっての大きな課題は衝突とか剛性とかといったプラットフォームの根幹に関わる機能の実現といかに両立させるかということです。設計とか実験とかという視点で見るとね、ここまでそのベーシックなところまで立ち戻ってね、一から見直しをしようということで多くの工数と時間をかけてきたというのは歴史上ないんじゃないかなという気はしますね。ですから今までも改善を行ってきたんだけども、根本的なところまで掘り返して要は全く新しいものを作ろうという活動というのは僕が経験する限りではなかったのではないかと。だからユニットとかそういったレベルはたくさんあるんですよ。でもそういった車全体をそこまでやるということは今回初めてだろうと思いますね。このチャレンジに対して成功できたというのは設計実験だけでなくて生産技術とかですね、購買とかその他関係しているマツダの全部門の一致団結した動き、要はワンマツダの精神が十二分に発揮されたものだというふうに思っています。